Oscar and Honey's Ukulele Safari. And we've had It's exciting, isn't it, honey? Yeah, we got a special guest today. We have got a very special guest. And his name is Tsuano-san. And Tsuano-san is... Rolling Coconuts editor? So, Tsuano-san is a producer of Rolling Coconuts. Publisher and writer. One man band. One man band. Fantastic. And it's a terrific job you do as well. Thank you very much. So, Tsuano-san, I'd like to ask you some questions about yourself mainly. The first one is, what actually got you interested in the ukulele in the beginning? And can you tell me a little bit about the beginnings of Rolling Coconuts magazine? How did this start? 始まりですか。始まりはそうですね。元コピーライターをやってたんですけど、フリーランスになって好きなものを宣伝したいと思ったんですよね。会社にいるコピーライターだと与えられたものを宣伝してるわけなんですけど、フリーランスになったので自分の好きなものを宣伝したいと思った時に、そのウクレレ教室にも通ってましたし、ウクレレが好きだったので、ウクレレの宣伝をしたいと、クライアントはウクレレってことで、でローリングココナッツのマガジンを始めたんですけどね。すごいですね。そう What kind of readership does Rolling Coconuts enjoy?毎号1万部ぐらい作ってるんですよね。でも今年で10年ぐらいになるので、年間4万部出て10年ってことは40万部ですかね。そうなんだ、すごいですね。ただ40万人いるかっていうとそれは違うと思うんですけど、いやでもいると思いますよ。そうですかね、はい、そんな感じですかね。海外に少し流出してたりとか、しますしね。密輸出してる人が。Have you ever thought of expanding Rolling Coconuts or any other publication to make it more accessible to the, for want of a better word, the English speaking ukulele world? ありますね。ローリングココナッツハワイっていうのを作りたいなと思ったんですよ。ただやっぱりそのスポンサーの問題があるので、ちょっとそれは難しいってことに気づいたんですけど、一応ハワイにいる日本人のビジネスマンの方にアプローチしたことはあります。で、そうですね、海外の方からも欲しいって言われるんですけれども、時々メールとかで、どうやってお答えできたらいいのかなっていうのは考え中ですかね今。本当はこう英訳なんかついてたりするといいんですけどね。そうですね。ただそれをやるとちょっと紙面としても小さいですしね。そうですよね。考え中なんですけど、I think maybe the answer to the question is everyone should learn Japanese. 日本語ないです。 I know I should. 英語勉強しろってのもありますけど。 So, Tsuano-san, do you have any particular dreams for the future, whether it be for Rolling Coconuts or in a broader sense, even personally or globally?まずローリングココナッツはあまりその部数を増やすとかそういうことではなく、とにかくライフワークずっとこうできるまで作っていきたいっていうのが一つの夢なんですよね。
で今年10周年なんですけど、まだまだだと思ってますので、30年とかできたらいいなと思ってるんですけど、あと個人的にはそのやっぱりこう今ちょっととっても気になってるのがやっぱ地球環境のことなので、そのなんかエコ的なこととウクレレの活動を結びつけてなんかやっていけたらいいかなと思いますね、はいはい、あの自分にもちょっと子供がいるので、はいはい、まあ、そういう子たちになんかあのウクレレでアクションできたらなと、いいアクションができたらなと思うんですけど、うんうん、そうですね、うん、There's just one more question and、we were wondering if you would honor us to play a little tune on the ukulele。一番好きなウクレレの曲。あ、何かあの弾いていただいて。あ、ということなんですか。できます、ね。あ、ちょっと待って。それは厳しいな。じゃあ一曲。どうぞ。お願いします。忘れました。ありがとうございます。